シャロレーは牛の品種の一つ、肉牛として飼育される。フランス中部、ヌベール付近の大地が原産とされ、そのもとはローマ人がもたらしたとの説が有力である。シャロレーシエラネバダ、ベネズエラのシャロレー牛ワイルドパテントレザー発育の良い、ことと赤肉量の多いことから、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどで徴用され、純粋種としてのみでなく、 他の肉用種や乳用種との F1 作質にも多用される。毛色はクリーム色単色で、機体に縮れ毛がある。有格で大型、元々は薬用として発し、ついで薬肉兼用とされ、後に肉専用種として改良された。死の長いものも多い。メスで140センチメートル700キログラムほど。 オスで 150cm、1200kg ほどの体格で、産肉能力は一日増大量 1.4kg、枝肉ぶどまり63%、脂肪が少なく赤肉生産用とされる。環境適応力も高い。生じ体重が 40kg を超えるため、小型の品種に配する場合は、計算のものを選ぶ必要がある。1960年頃に、 北海道のソダシャロレー牧場の牧場種、愛田玄洋が入れたとされ、一時300頭ほどまで増殖したが、現存する頭数は不明。他品種との交配は普及しなかった。柔らかいが赤身であるシャロレーよりも、霜降り肉の方が好まれたためと考えられる。ありがとうございます。